日本のプロ野球がね、少しでも盛り上がってくれればとこうね、願わずにはいられないですね。まあもう野球ならもうね、ファンはやめたんですけどね。ファンというかね。 元々ね、巨人ファンでしてね。巨人ファン、あの、巨人が大好きでね、応援してたんですけどもね。クソナベツネっていうね、あの、渡辺ツ夫っていうあの、自称がんのですね、嘘つき男ですね。こいつはあの、30年ぐらい前にですね、何、えー、でしたか、暴行がんかなんかになった。で、もう嫁いくばくもないとか言ってたんですよ。それが今、今にな、あの当時もじじいだったんですけど、今ももう本当に妖怪じじいになってですね、じじいが昇格したわけですね。ほんで、妖怪じジいジになって、未だにまだ読売新聞に君臨してるという。 ですね。とんでもないこいつは、あの、極左ですからね。で、巨人ファンやってたんだけど、原ちゃんの首切っちゃったんですよ。それもね、前年度に日本一になって、で、翌年にですね、リーグ優勝できなかったんですね。それで首切ってるんですよ。舐めとんのかっちゃ話なんですよ。もう、あれで頭に来てですね、もう、あの、巨人ファンやめたっていうですね。いやね、人間ね、恨みつらみがですね、来るとですね、もう、もうダメなんですね。 で、あの、原ちゃんが戻ってもね、あの、野球ファン戻らなかったんですね。いや、もう、もう、この瞬間にね、この瞬間に、もうダメだ、こりゃ、っていうのでね。あれだけあんた、あの、巨人のために尽くしたですよ、監督を、平然とあんた首切るって、どういうことよと。で、それで、それでなんですよ。それで、甲子園でね、東京ドームじゃないんですよ。甲子園で、原ちゃんの引退セレモニーがあったわけですね。だから、阪神球団が、 あの、もう、あまりにも哀れだっていうんでね。あの、星野監督の時ですから。阪神がね、星野監督の時に、まあ、首になるのはね。まあ、それはもうね、プロの世界ですから、まあ、許さないけどね。で、その、せめてね、東京ドームで引退セレモニーとかね、あの、監督退任セレモニーあるのかなと思ってたら、それもなんもなかったんですよ。もう、それも一番頭に来た理由なんですけどもね。で、甲子園球場でね、阪神ファンだらけのね、あの甲子園球場で、 はらちゃんのね、退任のね、セレモニーやってくれたんですよね。いや、もうねあの、あの時だけはさすがに私も泣いちゃったんですけどもね、もうそこでね、こう怒り浸透に、ええー、加減にせいや、なべつね、というですね。ええ、ええ加減にせいや、というですね。なんで阪神、阪神ファンの皆さんがね、タツノリコールやってくれたのはもう本当に涙が出るほど嬉しかったんですけどもね、なんで甲子園球場でやらなきゃいけないんだ、というですね。 これはね、怒らなきゃいけないでしょこれはもうね、周りの人間が怒らなきゃいけないんですよ。もうムカつくなんてもんじゃないですよ。あ,あれ見て確かに泣いたことは泣いたけれども、でももう、それ以上にムカつきが多かった、大きかったんですね。ふざけんなよ、てめえっていうことでしてですね。巨人の監督の花道が阪神球、甲子園球場ですよ。な、アホな、というですね。まあ、それでもね。 あの時は阪神ファンの皆さんがね、タツノリコールやってくれてですね、うん、もう、うわーっとね、拍手喝采してるんでね、あの、皆さん知らないですけどね、なべつねしねっていう声もあったんです。<laughs> いや、まあね、本当にね、面白かったんですけどもね、あの,あの時はね、もうこう、なんていうの、こう巨人ファンだから、阪神ファンだからっていうんじゃなくて、もう野球ファンとしてね、一野球ファンとして野球を盛り上げてくれたね、原監督にこう、拍手を。 っていうのでね。未だにそれが続いてるんですね。うん、だからこんなことになってるんですよ。鍋ベはね、死なないしね。まあさっきも言ったけど、30年ほど前にね、膀胱癌だっ,つってですね。で、膀胱癌になって死ぬって言ってたはずなのに、30年経っても生きてるというですね。まあ本当にあの、中曽根と同じですね。悪党に限って、現世にしがみつこう、しがみつこうとするんですよね。もうだから、あとはあのですか、池田デ作もそうでしょ。 九十何歩になって、七だっ,たっけ九十何ぼになっても、まだこの現世にしがみつくというですね。いや、もう本当にね、とっととくたばりやがれ、というですね。まあ、妖怪はね、自分が死んだら地獄に落ちることを無意識が知ってるわけですね。これはもう桜井がいつも言ってますけどね、人間ってのは無意識ってのは自分の意識ではね、コントロールできないところですね。意識のさらに下にある無意識のところで、自分が地獄に落ちるってことを理解してるもんだから、だから現世にね、しがみつくわけですね。 ところが我々の場合にはね、何にも恥じるところがないですから、ね。何一つ恥じるところがないから、いやだからね、あの世に行ったらですね、まずはこうね、ご先祖さんにアッパーパンチですね。ううパンチ食らわしてですね。で、えー、今度はあの、神は仏にあったらですね、メリケンパンチです。お前ふざけんなよ、こんな世界に放り込みやがってってことで。お前なめんな、この野郎ということでしてですね。もうね、こう、大変なんですね、私ね。本当に悪党ほどね、悪党ほど世にしがみつくという感じですよね。 そういうことをつらつら考えながら今日のね、こう大谷選手の大活躍、えー、6打数6アンダー、うち3ホーマーで2盗塁ですか。10打点。べらぼうな成績を残しましてですね。<laughs> 何これというですね、パワプロ君だってこんなにあんたあの、叩き出せないよという感じですけれどもね、うん、すごい選手だなっていうのを改めて感じましたよね。 来年がね、さらにた、まあ、ポストシーズンも楽しみなんですけれども、来年のね、あの、投手に復帰した時の、こう、大谷選手が楽しみですよね。まあ、普通に考えれば、あの、そこまでね、まあ、怪我が治って、で、こっからの復帰だから、ピッチングでそこまで持たせられるものではないはずなんだけれども、でもね、予想を裏切ってくれるのが、こう、大谷選手ですからね、回答欄まで、こう、やってくれるんじゃないかな、という感じですよね。 えー、まあ、ということでね、今日のこのね、えー、お話はここまでにしましてね。いや、本当にあの、こういう楽しい話もね。まあ、大体入るときってね、こう、暗い話から入るじゃないですか。ね、ニュースにしてもね。あの、もうこういうニュースがありました。どういうニュースまあ、ろくなニュースがないんですもん、日本。